Welcome back. As I said at the end of the previous part, there's going to be a long scene coming up. So, let's get right to it now. Indeed. Ladies and gentlemen! 参戦もそうでない皆様も、本日はよく来たにゃ。合同大演習司会と審判を担当する明石と申すにゃ。獣王主催、世界を巻き込む一大イベント。それは、綿密な計画をもとにコツコツと練り上げられ、まあ開催が決まったのはつい先週なんだけどにゃ。ユニオン、ロイヤル、鉄血、そして今回支援と協力をしてくれた全ての勢力の皆様、とってもとってもありがとうにゃ。獣王のコネクションはすごいですね。カガさん、頑張られましたね。ドンファンもすぐ名前が呼ばれるようにならないかな。まずは主催者の赤城に初めの挨拶を行ってもらうにゃ。親愛なる世界中の皆様、ようこそお越しくださいました。先の世界親善試合を経て、世界の結束はより固まったものと考えております。ひいてはその力を今一度確かめ合う必要があると考えます。この開会式の模様とこの後に続く演習も、すべて全世界に同時に中継されております。世界の皆様に観戦の素晴らしい活躍を改めてご覧に入れましょう。そして赤城のことだから何かを仕組んでいるんじゃないのかとお疑いの皆様は、ことさら中継内容には見入っていただければと存じます。今回の演習を通じ、相互理解がより進み、ひいては世界の結束をさらに強固なものにできればと考えておりますわ。大演習が起こすであろう大きな波、国や人種を超えてその流れが交わり、クロスウェーブを起こすことを望むものです。ありがとうございました。 Oh yes, yes, yes. Quite good. ありがとうでしたにゃ。丁寧な口調を使っても、後半ステージのボスキャラ感はなかなか払拭できないのが、同僚としていかがなものかと思うにゃ。 I was like, okay, like, yeah, she's a maintenance ship, but why the nya? Why the nya? Why the cat girl aspect? Is it to do with the name? I don't understand the name. Again, please inform me about these ships. I want to learn. I want to understand why, where they're pulling from. It's interesting. 巨大なお世話よ。ああ、でも赤城のさっき言ったことは本当にゃ、保証するにゃ。それを裏付けるビッグゲストたちの登場にゃ。まずはユニオンのエンタープライズ、入ってきてにゃ。獣王の、そして世界の皆さん。I mean, that's clearly obviously like from, what is it, Eagle Union? Wasn't that? Clearly like, obviously the Enterprise history I kind of know, because the Enterprise goes all the way back to actually being a French ship, which was captured by the British, where, that's where the namesake comes from, essentially. But Enterprise is obviously a name that I know because I love Star Trek, so I sort of know a bit of history about that. It's the best way of putting it. 赤城よりお招きいただき、仲間と共に参上したユニオンのエンタープライズだ。え、本物なの？信じられない。この目で彼女を見られるなんて、島風感激です。おー、よくわからないけど驚いておこう。スピーチは得意ではないので、お聞き苦しいところもあるかと思うが、どうかご容赦いただきたい。先日の世界親善試合では、戦いを通じて獣王の皆様の素晴らしい闘志を見せていただいた。企業を巻き込み、
世界中が参画した泥沼の試合となったが、重大な事故もなく、最後は平和を誓い合って終われたことを参加者の一人として今でも誇りに思っている。獣王の皆様には、私とホーネットとヨークタウンが毎試合半身に緊急修理の包帯を巻いて参加していることについてどう見られているのか正直心配だったが、ユニオンが我々を通じて獣王でいうブラックに見えるのではないかと。ヨークタウンなど3ヶ月安静にしているようにと医師から言いつけられてしまったところ、仕方ないので3日間だけ休んだりしてたことを。Again, it's like my mind's just racing the history and stuff like that. The only thought I have in my head is like, did they also have a HMS Enterprise in this? Because that would get confusing, wouldn't it? Thinking about it. Because obviously, like, you would go with the Eagle Union Enterprise because it's bigger. It's more the, like the flagship type character, like a big ship. So it's like, yeah, you'd use that. But it's like, there was a HMS Enterprise during World War II, so...Just wonder where that's going to go, if at all. 当時、いかに人手不足であったかが、よく分かってもらえると思う。結局のところ、少数精鋭だけで事態に対処するには、限界があるということだ。これが分かっただけでも、骨を折った甲斐があったと言えよう。今回は教訓を踏まえ、ベテランからルーキーまでいかなる状況も対応できるよう幅広いメンバーを揃えて出場することに決定した。赤木をはじめまた皆様と同じ舞台に立ち、互いに切磋琢磨できることについて今からとても楽しみにしている。以上だ。ご清聴いただき感謝する。ありがとうございましたにゃ。椅子はそちらですにゃ。いや、得意ではないとか予防線張っておきながらうまくまとめてきたにゃ。そんなにスピーチ頑張っちゃって次の大統領選にでも出馬する気なのかにゃ。そうね、これ以上有名になるのは控えた方が良いのではなくて。誘ってくれたのは赤木の方じゃないか。ええ、逃げなかったことについては褒めてあげますよ。どう考えてもお前に誘われたら参加しなかった方が後が怖いだろ。ユニオンのジョーク嫌いじゃありません。だけどあまり人様のことをおっかなく言わないでほしいけどね。すまなかった。そうだな、私自身は赤木を怖いなんて思ったことは一度もないぞ。あら、侮られたものね。いやいや、私が全力を尽くせる相手、素晴らしいライバルということだ。そう言いたいだけだ。あっと、ここで握手にゃ。世間では仲が悪いと噂される2人ががっちりと握手を交わしたにゃ。あおば、撮ってるかにゃ。あ、言われなくても撮ってた。さすがだにゃ。実はこっそり足を踏み合ってないかにゃ。ウィンドウを消して確認。そんなこともないよにゃ。仲が良くて何よりにゃ。次のゲストも超大物なんだにゃ。もう呼んでくるのにとんでもなく交渉に難儀したにゃ。本当に本当に苦労したんだにゃ、カガが。私のことはいいから早く進めてくれ。了解にゃ。それでは見て聞いて驚くにゃ。鉄血のビスマルク、どうぞ。鉄血のセイレン研究家だ。実在の人だったんですね。すごい。すごい。改めまして、鉄血のビスマルクよ。ビ
世界親善試合以来久々に公衆の面前に姿を現したため、どういう顔をしたらいいものか未だに決めかねている。今この顔で役はこなせているのかしら。ああ、よくやっているぞ。ありがとう。ユニオンのお墨付きもいただいたとは、高くつくのでしょうか。鉄血は今回の大演習について協賛という立場で参加させてもらうが、鉄血による偽装の研究はセイレーンの技術を解析することにより他より進んでいると自負しているわ。そこで D23 とプリンツ・オイエン、そして U81 をサポート要員として参加させている。ぜひ鉄血の技術の進化を見定めていただきたい。あれ、ビスマルクさん本人は参加しないのかにゃん。私はあくまで監督という立場なので。釣れないにゃ。でもこの人もしかしたらラスボスかもしれないから今はそっとしておくにゃ。They need to work on their jokes. Seriously.ビスマルクさん、スピーチありがとうにゃ。それじゃあ最後は誰かわかるかにゃ。ロイヤルからこのお方の登場、どうぞにゃ。はーい、どうも。 What did they do to the javelin?出てるの、羨ましい。はーい、ロイヤル代表のジャベリンです。趣味は弁当作り。最近のマイコーでは Why would your hobby be making bentos? Royal Navy. はい、 PR タイムは終了にゃ。クイーンエリザベス様とウォースパイトさんの命で大本命に来てもらってるにゃ。フットさん、そろそろ来てにゃ。お待たせいたしましたわ。ご機嫌麗しゅうございます。ロイヤルネイビーの栄光フット、ただいま参上いたしました。クラス、ピュアクラス。フットさん、さすがにエリザベス様は来れなかったのか。あ、でもフット様ですよ。美しいですね。その辺は認めるけど、何かビスマルクの様子がおかしいよ。どうしたんだビスマルク、怖がってるじゃないか。ねえ、いかがされてしまったのでしょうね。ごめんなさい、先に失礼。 I mean, I know what that's pulling from, because, you know, I would know this one. But, it's still like, why do you have sort of like a foreknowledge in your mind of the fact you should be afraid? 待て、フットはお前に微笑んでいるぞ。説明するにゃ、ビスマルクさんとフットさんは世界親善試合の時に。 HALT!にゃ、いや、やっぱりこれ以上言うのはやめておくにゃ。言わなくてもみんなが分かってるわ。うん、因縁あるんだなということは分かる。今日フットも来ると分かっていれば。かが、あなた。History, that's one way of putting it. 私かよ。私は本人の了承のもと会場へお連れしただけだからな。それ以上の役目はない。後のことは当人たちで解決しておくれ。はい、加賀さんのおっしゃる通りですね。ぜひそのようにさせていただこうと思いますが、全ての出会いがうまくいくわけではございません。
時と環境、運命のいたずらにより喧嘩別れとなってしまうこともまたあるでしょう。思えば世界親善試合でも後半試合であることを逸脱したラフプレーが散見され、乱暴な開口もありました。ありました。近いわね。ただ自身の所属する陣営のため、人々のため、熱心に頑張ること自体は誰が否定できましょう。え、私は赤城さんが用意してくださったこの舞台で、今一度私たちロイヤルのメンバー全員でロイヤルネイビーとしてあるべき姿をお見せいたします。そしてそれに応えてくれる全ての人と今度こそ真の友情を育みたいと考えております。それこそ本日の出席はできませんでしたが、陛下のご意思でもございます。どうか皆様よろしくお願いいたしますね。The Mighty Hood。 さあ、四陣営の主要人物が揃っている今のうちに、記者さん、撮影タイムにゃ。よし、感情フットボールよろしく。肩でも組んでおくか。この4人で？さすがに無理があるでしょう。仲の良さがアピールできるなら何でもいいのですけどね。どうしようかしら。赤城、握手だ、握手。いいですね、それにしましょう。よろしくて、お三方。おっと、実行委員長の永田様、ナイスなアイディアにゃ。今ここに四陣営ががっちりとお互いに握手にゃ。すごい、皆様やっぱり仲がいいのですね。島風は感激しました。この平和が長く続けばいいけど。さらっと恐ろしいこと言わないで。さて、長い開会式もこれで最後にゃ。明日からの本戦を前に、ここいらで一つ午前試合をやってもらうにゃ。へえ、そんな催しまであるんですね。うわ、早く終わってほしいのに。面白かったけど、聞くだけでも疲れたよ。呼ばれた観戦は前へ出るにゃ。呼ばれないかな。お、ピンハイさん、ピンハイさんが呼ばれるようにお祈りしますね。一人目は獣王の島風にゃ。私外れちゃった。なんかとってもかたじけない。二人目は同じく獣王の綾波にゃ。おお、綾波ですか。はっはっは、雪風様の幸運のお裾分けなのだ。ありがたく受け取るのだぞ。この後の演習では改良した模擬弾を使うにゃ。見た目は派手、でも当たってもあんまり痛くないし、海の生物への影響も極小という超優れものにゃ。 Environmentally friendly. How? なるほど、島風、お互いで試し撃ちをするということです。大丈夫、ちゃんと手加減もするです。それはありがたいですね。手加減モードどうもですよ、綾波さん。はい。あ、と思ったけれど、見物客の中に吹雪たちもいるようです。かっこいいところを見せたいから、手加減しつつも本気モードで行くです。どっち？助けて駿河殿、島風このままだと大衆の前でコテンパンにされる。ご指名はあんたと綾波さんだけでしょ。頑張ってきなさいよ。せっかくだから駿河も島風と一緒に向かってくるといいです。面白そうにゃ。許可する。いやは、臨機応変な運営って素敵ですね。後輩相手にこれくらいはいいハンデなのです。綾波、何事もほどほどにだぞ。 Well, alright then. Let's see what are options available now.
Still the same. I still need to get more of those monies, whatever you want to call it. I'm just going to say attack them. Should be alright. I don't feel like I need to customize just yet. Oh! The pause menu will be displayed by pressing the options button. Resume? I mean, it's... Did I need to be told this? I recognize you. With the bunny ears. It's just circular. It's line of sight a thing, I assume it is for them as- Ow! Yeah, but I assume it is as much as it- You've got a lot of health, haven't you? Keep that going. Just be coming for me. Oh, there we go. Ah! Fire it! Yeah! Should I say pay up? Yeah, give me more! Give me more! Give me more! Lovely! Get a bit of damage out there. Switch over. Good. He's been targeting me now. That's good. Well, whatever this ship is. Let's switch back over. See if it switches automatically. Seems to be switching to whoever is in charge of like shooting, like the player basically, which is a bit strange. Watching out for the shots now. It's like hard to notice the shots really. Oh, and I was gonna kill her. Aww. I had a plan and everything. I was going to buff and... it was lovely. Lovely. 20 monies. Level up, though. Ayanami, Suruga, Shimakaze! Otsukare sama nya! Kansen doushi no gachi enshu, ikaga datta ka nya? Oh, I forgot to press R1. Oh, it's lovely. Yes, yes.大義だったぞ。会場中の客人も、世の妹も喜んでおる。まったく、獣王の女の子たちは凄まじいな。世界親善試合の時に今の実力で来られたら、私も負けていたかもしれないな。よく鍛えられているぞ。I just noticed, like, everyone sort of like has symbolism around them in terms of where they're from, like which nation, stuff like she's got an eagle there. It's like a big hint and stuff like that. But she actually has on her US Navy. That's not like a slight reference, that's like a direct reference. Is there any other ships that have like a direct reference? Because again, like the symbolism, little references here and there, but a direct reference there to where they're from with US Navy. Just at the bottom of her waistcoat? I think it's a waistcoat, isn't it? お褒めに預かり光栄よ。あなたにそう言ってもらえると、獣王の上の方々も大喜びだわ。使用していたのは蔵王社の偽装。瞬く間に進歩している。うかうかしてられないようね。まったく。あなたは兵器のこととなると、すぐ目を輝かせて。そういう時だけはまるで子供みたいですよ。そんなところも魅力的ですけど。何が言いたい？はいはい。いつまでも喋り続けてると終了できないにゃ。明日からの本戦にも期待してにゃ。開会式はこれで解散。皆さん、お部屋まで気をつけてお帰りくださいにゃ。
けど、本戦明日からですよ。お疲れ。綾波といい勝負しててすごかったよ。いや、手加減していただいてましたし、まだまだですよ。ピンハイさんはこの後どうされるんですか？ピンハイが出るのは5日目だからね。当分はホテルでのんびりしてるよ。じゃあね。はーい。では駿河殿ってピンハイさんと行っちゃうんですか？せっかく今ならまだ近くに皆さんがいらっしゃるのに。もう。Oh my. That's a lot of events. It's gonna be a thing with this game where I can't figure out how long the parts are going to be at certain points. Like, you may know that already, because I'm going to cut this basically really long part that I'm recording right now into two, which I need to go record like in a new ending for the previous part and stuff like that. But let's start. Obviously. Right here. Or there. But here.The javelin. You can hear many excited voices. Looks like they're all friends. Ayanami-chan, すっごくかっこよかったよ。計算され尽くした動き、見事だったね。それほどでもあるです。ちょっと調子に乗り出してる。よくない。自重するです。いや、いいからいいから。大役、ご苦労様。あの島風ってこうやっつけられなかったから、まだまだ。ラフィー、あれ決闘じゃないからね。もう少し工夫すれば倒せたかもしれないです。模擬弾は使いやすいけど威力の低さが難点です。綾波も倒すのは目的じゃないから。ニーミちゃんだったらもっとうまくやれたって感じ。See here, I am liking now Javelin's design here because of the massive javelin. It's like, ah, I really like that. そういうことじゃないよ。もし午前試合やれと言われたら、そもそも笑顔で辞退するからね。スタートラインにくらいは立とうよ。やらない限りは絶対に失敗しないからね。そもそも作戦は情報集めからやらないと。つまり、臆病？そうとも、そうとも言うけど、こればかりはね、やっぱり綾波にはかなわないよ。綾波はやれと言われたらやるだけです。模範的な回答。今に見ていなさい。私が気持ち的にレベルアップしたら。今しばらくお待ちください。もったいない。目立てる時にチャンスを逃さないことこそがセオリーですよ。いや、ジャベリンの方はむしろ目立ちすぎでしょ。何だったのあれ。ラフィーも驚きすぎて思わず目を丸くした。ラフィーちゃんまで驚かせちゃったか。あ、いえね、フットさんのご到着が一番遅れていたんですよ。当日ギリギリで、だからもしものためにと時間を稼いでたの。ほう、戦略的な判断だったのです。お、そんな背景があったとは。ごめんよチャベリー。いえいえ、ついでにいろいろアピールできてラッキーという感じだし。 Looks like the conversation will continue. Let's head home already. Ready? But, 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 but. Hello. Did that appear now or...Because I did that event. Then it's like very, very, very important to the events to get this extra stuff, isn't it? How much money do I have now? Because it is like, can I change secretary to one I don't have? Main ships, is that switch type? Ah, here we go. I like her design. I don't want to consume points to get her.I do like her. Can I just view her design? Because I just want to talk about her design. It's like very intriguing. It's like, well, I want to share with the Royal Navy. That's what I want. But no.
It's a shame, really. Anyway, here we go. Two people are speaking together. Yamashiro, otsukare-sama. Buji kaikai-shiki no shūryō made kogitsuke mashita yo. Mou, hetto-hetto da yo. Sorosoro, heikai-shiki o hiraite hoshii. Kore kara honban ga hajimarimasu no yo. Konnan ja saki ga omoi yararemasu wa ne. Ato 7日mo arimasu no ni. Na-7! そうだったっけ？そうですわよ。といっても初日でほとんどの方は来賓されていますし、受付の仕事はむしろこれから楽に。で、山城戻ってらっしゃい。無理です、駿河ちゃんに任せてください。もう不相さんに頼らずに今日まで頑張れたではありませんか。駿河こそ無理でしょう。特にあの子に受付の仕事なんて。まあ確かに、駿河ちゃんって殺し屋みたいな目つきで窓の外を眺めてること多いもんね。外に標的がいるのかな。いないと思いますわ。誰しも適材適所でしたよ。先輩の皆様も多忙極まる今、山城にこそもっと頑張っていただかないと。金剛ちゃんがそう言うならなんとか頑張ってみるよ。ところで練習の時はどうしてたらいいかな。私たちの本戦での立ち回り。大丈夫、いい考えがありますわ。ここへで話しますわよ。 The rest、 oh god, I pressed the wrong button. The rest can't be heard or something. I don't know.A few people are talking. ホテルへの道のり、こっちで合ってる？ああ、間違いない。気をつけて帰られよ。ありがとう。登校の出場者もいるのね。準備が急だったのに、よくぞここまで人が集まってくれたものだわ。獣王は即断即決なところがあるからな。拙者としては嫌いではない、とはいえ。アタゴが今回の催しにあっさり賛同するのは少々意外には思っているぞ。それはセイレーンのキューブが絡んでいるからよ。どんな手段を用いても早く回収するべきだし。お前少し赤城に似てきたか。ちょっと待ってよ、赤城のことは嫌ってはいないし、意見次第ではいくらでも彼女に賛成することだってあるわ。でも高笑いしながら戦うようにはならないわよ。そういうところはそのままだろうが、まあいい。戦いといえば午前試合のマッチングをしたのは高尾ちゃんだそうじゃない。ああ、明石から聞いたのか。ええ、綾波ちゃんはともかく島風ちゃんを指名したのは予想外だった。先日あれだけ叱りつけていたのにね。まあ十分に反省はしたようだし、あれから拙者のもとによく通ってくるようになってな。あら、そうだったの。訓練にもなるべく付き合ってやっている。飲み込みは相当早い、鍛えがいがあるぞ。今日の午前試合はお披露目というやつだ。確かにいい動きをしていたわね。拙者自ら手ほどきしたからな。あと簡単な相談にも乗ってやったり。ああ、どうした。高尾ちゃんが後輩の子に奪われちゃった。ショックだな、枯れてしまうな。意地悪を言うなよ、大げさだな。もちろん冗談よ。私が困ったりしたら助けてね。当たり前だろ、拙者がアタゴをおろそかにしたことがあったか。さすが、これからも頼りにしてるわ。 Best not to get in the way. Let's head back. I gotta press R1. I got it in that time though. Actually said it. Right, so I'm thinking we shall... I don't know what the time is of this recording, by the way, because it's sort of like... 行きますよ。
had to change my plans because of how long that scene was. It's any problems. I don't know how long these scenes are going to be, but we can start with these two at the start of the next part. I might do some, like leveling up and stuff like that, because it's like, can I get more of the monies? The card in the corner. So it's like, if I can then buy one of these, it's like, it's not that much to farm, really. Really? So let's go. This was the quicker battle, wasn't it? So let's go there. Just have a little look and see. So if I can get more in my fleet here, I may as well. Downs. See, there says US Navy on it. Like, why is it so obvious with that one? With those ones compared to the other ones? Like, directly says it, rather than symbolism, like a mock-up of the Union Jack and stuff like that. It's only the Union Jack at sea, by the way, in case you're wondering. Come on. So, just holding down shoot, because it's like, yeah, you're right in front of me already, I know. Show it! Done! Da-da-da-da! Don't even need these guys, do I? Look at the planes! Yeah, I got 20. Oh, that's nice! Oh! That's a cool looking ship, though. In terms of, like, you know, the design is Saratoga. Yeah, this is good. You can just jump straight back into the battle. Into it again, especially if you're farming. It's like, again, this may be a thing in the actual mobile version, but obviously I don't know because I've not played the mobile version. So, like, stop shooting at me, stupid planes! Go! It's so easy to farm that. So easy. All right then. HMS Victory. Yeah. Again, like, we just get loads of stuff here, don't we? So yeah, I'm going to stay here for a while and just farm this stuff. So see you in the next part and see if I've unlocked any of the others. Ta-ta for now.